で、いろいろ考えたんだけど、結局青と何の接点もないものを作ろうと思いました。ザラキッズの青ちゃん、なんでどこ情報ですか？ザラキッズ、青の服はザラキッズで買うみたいな。で、そう、なんか作るものは特にっていうか、テラヒナ情報、なるほどね。そう、ザラキッズで買うんです。最近は買ってないけど。で、そうで、その作るものはなんかね、すごいいろいろ調べてて、今日配信始まる前まで。で、ブロッコリーとか作れるのかなと思って調べたけど、なくて、なくなって。それで何を作ろうかなって思った時に、じゃん、これは何でしょう。これお手本、これ結構上手に作れた。何でしょうか。そう、お猿さんです。これは猿です。猿を作りました。今日は猿と、これは何でしょう。こっち間違えた、こっちだ。そう、ペンギンと、あとね、これクローバー。クローバーはさっき作り方を覚えたんですけど、これを今黄色作ったから、あとでみんなと一緒にオレンジを作って青のサイリウムカラーにしたいと思います。イエーイ。色違う、そう、あれなの、お手本だから、今ここでやるときに青とか使おうかなと思って、わざと紫にしました。はーい。ってことで、あ、ね、ちょっと違う、ね、見て、ね、見て、これね、青作ったの、すごくない？ボール、なんか作りたくなってこれを作りました。え、すごいでしょ。あ、これ作るのめっちゃ好きで、これ作りました。これはただの自慢。これすごいでしょ。これ教えてほしい。え、じゃあこれにする？じゃあこれ、今日これ作ろう。今日これ作ろうよ。じゃあ今日これ作ります。路線変更、これを作ります。はい、じゃあまず必要なもの、じゃんじゃん、と、これはちょっと分解してみる。こういうね、そう、こういう形があって、これをどんどんつなげていくっていうやつなんですけど、これを12個使うので、でも12枚使うと結構だいぶ大きくなっちゃうので、12枚使ってもいいか、どっちがいい、大きい方が分かりやすいかな。でも、もう一回りちっちゃくするんだったら、3枚を4等分してしたらこのサイズになります。どっちがいいですか？12枚作るか、12枚使うか、4分の1にするか、全然どっちでも大丈夫です。でもこれ結構割とめっちゃ簡単ですよ。どっちがいいかな。でも切るのめんどくさいから、じゃあ12枚使いましょう。みんな12枚ある？じゃあ青はね、じゃあ
12枚使おう。超適当なセレクト。1,2,3,4,5。12枚用意できましたか？できた？はい、ありがとうございます。できました。じゃあまず折り方を教えます。何作ってるの？これです。これを作ります。今からまず1枚の折り紙、これをまず縦に半分に折ってください。縦に半分で、これなんていうの？なんていうのこれ。あ、くす玉だ、くす玉。よ。OK。これをまず半分に折ります。折ったらこうしたら一回開きます。折り目をつけます、真ん中に。そしたらここを凍ります。で、また開きます。で、ここに3本線を入れたいからこっちも折ります。同じように折り目をつけます。はい、こうなります。みんなここまで来ました？3本線をつけて4個に分けました。これは四つ折りですね。できた？待ちまーす。今日はオレンジジュースを飲みました。果汁 100%。できた人、はーい、できた？じゃあ次行っちゃうよ。次行きます。そしたらここをここの線に合わせて凍ります。はーい、折った？そしたらこっち反対側も凍ります。そしたら来た？みんなここまで来たかい？
た？来た人。はい。そしてこれをこう折ります。さっき折り目を、あ、ちょっとたま、こう折ったのをここまで来たらこれをこうやって折る。来ました。そしたら、はいはい、こうしたら、ちょっと、こうしたじゃないですか。そしたら、こっち側をこの線に合わせて折ります。これをこうなってたのをこう折る。来ました。オッケー。うん、あ、これ向き逆でも多分大丈夫な気がする。多分全部同じ向きでやっていけば組み立てられると思います。2枚同時進行な、いいね、効率がよろしい。こうやりました。できた人、はーい。そしたらこっちをこう折っちゃいます。はい、さっき折り目つけたのをこう折ります。その次にこうなってたじゃん。そしたらこれをね、折ってこの中に入れるの。こう、これをこうなってたのをこのね、裏に入れるの。こう、黄色くなる。脱力者出てくる。もう一回やるよ。どこ、ここだ。これをこうなってたのを下に入れる。こうやってやります。できた人、最初からやってみる。じゃあここまでおさらい。まず、あ、折り目ついた。これを四つ折りにします。その後にここの両端を折って、でこう折って、こう折って、でこう折ってからのこっちでこれを中に入れる。はい、ということで次はただもうここを適当にピッて折るだけ。
こう適当にピッて折るだけ。こっち側もこのペラペラしてるところをこっち側にピッて折るだけ。こうやってピッて折るだけ。できた人はーいわわかるかな、難しい。そう、適当にピッて折るだけです。これはもう特に決まっておらない。はーい。そしたら裏返してこれを目安は適当で、これをこうやって裏にしてこうやってやって広げて、こことここに折り目をつけて、これをこれでこれをあともう今1個作ったから11個作るだけ。わかりました？これでもう組み立てられまーす。一つ目完成。これでやるだけです。はーい。わかった人。じゃあこれをあと11枚作っていこう。これかけそう。これかける12。これからはもう気力との戦いだ。集中力との戦い。はい、では12枚作っていきましょう。あと5枚、3枚できた。早、青より早いよそれ。青も急ぐ。半分に折って4等分じゃない、4つ折りにして縦に。から端をちょっとだけ折って、折り紙できないです。まあでも説明書見れば大体できるよ。でも今日本当はウサギを作りたくてね、ウサギを作りたかったんだけど、ウサギを作りたくてすごいいろいろの見てたの、作り方。でも難しすぎて諦めた。こうやったらこれをここに入れるだけ。そうです。これね、あ、すごい、小学校の頃めっちゃ作って、家にこれめっちゃありますよ。これもうめっちゃある。10個以上ある。ずっと作ってた。はい、2つ目完成。じゃあ作りながらお話をしましょう。何話します？ひし形のあたり、ひし形のあたり。こういってこうやったらこうってこうって、こうって、こうやる。わかったかな。わかりました。お話は難しい。ジャオが独り言喋ってるね。
握手だろ、え、嬉しい、待ってます、これわかんなくなった、こうやってこれここ両端折ってから、こうだな、折ってからこう折って、そしたらこう折って、こう折ってからこれを裏に入れる、でこれをこうやって折るだけですね。はい、完璧。独り言のテーマ、じゃあ独り言のテーマ何がいい、独り言か、髪の毛伸びました、伸びました、最後のところゆっくり、はい、こう言った後にここ折るじゃん、そしたら、そしたらね、これをここの裏、これ青が作りながらやるか、これをこの下に入れる、でここのプラプラだけこうやってこうやってやるだけです。ちょっとこれ今ね大量生産する、独り言なんだろう、今日東京雨すごい、そうなの、あ、でも新潟もねちょっとね雨降ってた気がする、今度はポニーテールやってくれるかな、やります、ポニーテール、ポニーテール好き、公演中とか公演の時すっごい髪の毛、高確率で髪の毛食べてると思う、そうだけどね、ポニーテールだとねあんまりね髪の毛食べる心配がないから、レッスンの時とかはポニーテールにしてることが多いです。手裏剣たくさん、あ、ね、今日手裏剣作ったよ髪の毛美味しいの、美味しくないんです、美味しくない、なんかリップグロスとか塗ると唇をプルプルにさせるために、させるためにそうグロスとかを塗ると高確率で、もうてかもう高確 100% の確率で髪の毛食べてる、公演中とか、ここも注目だね、青が公園見たとき12枚できた、早っ、青の公園見に来たときは髪の毛食べた回数も確認してみてくださいあとなんだろうな、あ、今日はコーンの缶詰を食べました、トウモロコシが好きでトウモロコシを食べます美味しく、なんかね食べ、おいし、なんかそう唇につくのが嫌で髪の毛が、そうなんかなんだろう、最近の出来事、あー思い出た、北条図カンタートあるじゃないですか、北条図カンタート、
北条図カンタータの雑になってきた。でもこれ雑でも割と成功するので大丈夫です。そう、映画の北条図カンタータ、そう、あの北条図カンタータっていう映画に出させてもらうんですけど、あのそれでね、その主題歌を、ま、日野はアカペラで歌って、青が伴奏をするみたいな、あの監督からの宿題が出たわけですよ。でそれで、ま、伴奏も弾けるようになって、でそう、伴奏弾けるようになったから、青伴奏しながら歌ってみたいなって思ったんです。そう、 NGT で弾き語りする人ってあんまりいないから、でもやってみたいなって思うけど、やってみたくて、でも難しいんです、めっちゃ超絶難しいんです、本当にめちゃくちゃ難しいけど成功してみたいという思いがある。これね、ママにも誰にも言ってないこと今言った。そう、でも別に、なんかなんて言うんだろう、オートもめっちゃヒナみたいに歌うまいわけでもないけど、でもやってみたい、弾き語りしてみたい。ピアノできるから、ピアノできるのをもうちょっと生かしたい。そうで、最近思ってること。そう、最近になったらいつかやってみたいんだけど、ちょっとめっちゃ時間かかりそうなんだよね。美味しいもので食べたいもの、お肉。お肉が食べたい。あ、30分経った。折り方の復習いいよ、今作り途中。こうあります。そしたらこっちを折って、こっち側もあります。そしたら、ここの線に合わせて折って、そしたらこれをここの線に合わせて折ります。そしたら、下もこの線に合わせて折って、からの、これを下に。あと30分だね。入れて折る。で、こうなったら、こう折るって感じです。わかるかな。あと30分。焼肉としゃぶしゃぶどっちが好き？気分によるけど、青はしゃぶしゃぶが好きです。焼肉の好きな時もある。くす玉、そう、くす玉って書いてあるけど最後割らないんです。そう、なんかでもこれの名前がくす玉っていう名前らしくって、でも割れないんです。ちょっと裏切り裏切りだね。みんなできてきた？青はあとね、あ、結構あるね、結構ある結構ある、結構あるけど間に合わせる。あと29分、まあいけるはずさ。
とんでもない裏切り。なんか折り紙さ難しいよね。てか折り紙ってさ説明書がさ難しいからやだ。折り紙説明書めっちゃむずくない？なんか何言ってるか分かんない。折り紙のさ専門用語とか出てきそう。なんか出てきてる気がする。折り紙めなんかそう説明が難しいだよね。そう動画で見たい。画像だとちょっと難しいもできたよ。早っ。青は1,2,3,4,5,6,7,8 枚目です。今あと4枚か。説明書は苦手。うん、そんなこともないです。説明書見ることもあんまりないかな。あんまりないけど、ないけど、でも折り紙はなんか特殊普通に攻略とかは好きだった。昔攻略本とかは好きでした。説明書じゃないか。ああ文字たくさんだと、まあ、確かに、確かに、どうだろう。あこの色めっちゃ好き。薄い茶色茶色が好きなんですよ。そうゲームの攻略本って言っても、青は動物の森のゲームの攻略本しか持ってなくて、あの飛び出せ飛び盛り 3DS の方のあの動物の森の攻略本を昔持ってて、そういうのが好きだった。そう茶色好きなんです。結構ベージュとか茶色がめっちゃ好き。なんか木が好き知り合いで攻略本作る会社の人、すごっ。攻略本作るってなんかすごくない？すごっ。強そう。なんか動物の森かい。やっぱり売り切れてるんだね。あつ森だっけ。あつ森ね、みんな知ってるよね。なんだろう。ああ、はい、あった。最近、あの、モーニング娘。さんの佐藤まさきさんがマジで好きすぎて、今日なんてもう2時間くらいずっと見てた。動画好きすぎて、そう本当になんかもう2時間ずっと見てられるくらいすごい好き。本当にそれくらい本当に好き、本当に好きって思って、めっちゃおすすめです。まだ見たことない人も本当に 見た方がいい。佐藤まさきさんのパフォーマンスを。本当に見た方がいい。本当に素晴らしい。オタ活が忙しそうだね。
忙しいっていうか、なんだろう、いろんなグループ見てますね。どういうところ、なんて言うんだろう、なんかね、説明できないすごさ。でも本当にすごい。本当に。でも真似したいけど真似できないすごさだからね。そう、本当に見たことない人は一度見るべきですよ。もう絶対ハマるもん。あ、もう37分。好きな曲はモーニング娘さんだと自由な国だからとかめっちゃ好き、ハマるハマった。あと1枚、そう。でも本当に、なんか、すごいすごい、本当にすごい。加藤さんとね話し合うんです、ハロプロさんの話。あのビヨンズさん分かります？あのハロプロさんのビヨンズさん、ハートありがとうございます。それの山崎ゆはねさんっていう、あのボブっぽい子がいるんですけど、その子の歌が本当にすごいから聞いた。あの12個作れましたそしたら今から組み立てていきます。そしたらこれね、こっち側に、ちょっと待って待ってます。こっち側にポッケがあるんですよ。でこれを刺せるの、こう、待ってます。でこれをどんどんつなげていく感じだよ。でもこれ12個でこれ何かっけかわかんないけど、これは作れるけど何個かな。これ普通に四角形とかも作れるんです、数によって。こうやってここをピュッて入れる。でこれをまあどん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 、これだったらここに入るからつなげてって、ほらもういい感じじゃない？これを合体させます。
それをただただひたすら合体させていくだけとてもとても簡単なやつだよ。配色センス、まあ別にそんな問われないけど、青なんて超適当な色合体のところと、これこっち側にポケがあるので、この先をこういう風に入れたいから、この中に入れてどんどんつなげてく。これここにポッケがあるから、ここだ、入れてつなげてくっていうシンプルな作り方。そうだね、うん、でも実際どうなのかな、まあ、器用な方なのかもしれないけど、からね。でも折り紙は小さい頃好きでパパとずっとやってましたそう、青のお母さんがなぜかわからないけど折り紙のできない人で、本当に理由は謎すぎて、折り紙やろって言ってもママできないからやらないっていう人そんなはずないじゃんねって感じあ、ちょっと形が変になった。ほら見て、もうほぼできてきた。あと2個。楽しいね。ラスト1個。あとここにはめるだけ。結構むずい。一番セーブ。これ多分いや、なんでもない。できた。できました。イエーイ。脱落しそう。頑張れ、ファイト。出来上がりの感想はまあまあそこそこですねあ、確かになんかたまにね、あのね、正方形ができちゃったりするけど、それはまあ組み立て方を変えるとこうなりまーす組み立て、あ、確かに青もちょっと手こずったさあ
完成です。イエーイ。これはそう、三角形とか四角形もできるので。あーわ、これだから今これ12個でやったけど、もっとね、いっぱいな数でもできるはず。できないか、わかんないや。握手で、え、いいね、握手で今度折り紙持ってこう。握手会の例に青の作った折り紙を置いとこう。折り紙完成です。イエーイ。折り紙配信終わりです。遅れてる生徒、ありがとうございます。今ね、ちょっとそう、あれをテロップ書いてたんですね。はい。壁に飾れるか、飾れん、飾れん。じゃあ今スクショタイムします。スクショタイム、突然の、あ、終わりの方がいいかな。じゃあ終わる頃にスクショタイムします。イエーイ。固まったかと思った。あれをやってました、テロップを打ってました。小さいのも、小さいのは3枚折り紙使って、それを4等分にして、あの12個にした。 3×4×4×3 でやりました。青のプラムドローかな。ぜひ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 。小さいのも作ってみた。うん、小さい方が多分一つ一つ作るのは小さくて簡単かもしれない。どうだろう。イエーイ。これも12枚です。はい、折り紙配信終わり。やっと12枚できた。できた。あ、四角形になる。それはね、一回外してから、あの、ここだけ三角になればいいから、この後、こうやって平面になったら、四角形になっちゃうから、三角形、三角形をいっぱい作れば、作れます。はい。ちっちゃいのも可愛いよね。今度実家帰った時、青が今までに作った、まだあるかな、多分ね、取っといてあるんだよな。これめっちゃ作ってた時に全部取っておいたんですよ。それ全部写真撮って今度メールに送ろう。いつか実家帰った時。結構大変だったかな。うーん、割と大変。うーん、そうでも。最近時間書いてますか？書いてないです。書いてない。そう、ママに会いたいねって言ってます。ママと会いたいねって言ってます。あと2分。じゃあ今からスクショタイムを
しまーす。みんなスクショしてください。できた？できた人？はーい。はい。終わりです。じゃあ、明日どうしようかな。じゃあ明日は、久しぶりに、コメントを読む配信にします。明日はコメントを読みます。明日の配信時間は今日と同じです。でいいかな。8時から9時まで配信します。イエーイ。ぜひ皆さん見に来てください。あ、あれだ、20時、夜の20時、朝じゃない。あ、755、いや、755じゃ明日の朝あげよう。9時まで。どうしよう。そう、55分に終わっても9時までに755送れるか分からないんですよ。そう、いろいろあって。じゃあフォトログに、あ、フォトログにあげますね。フォトログと、そう、フォトログとメールにあげます。はい、明日は20時から配信します。あ、明日の晩ご飯どうしようかな。迷う。どうしましょう。考える。難しいね。あ、オムライス。オムライスで。明日の晩ご飯はオムライス。はい。20時全員集合。8時、そう、全員集合。夜の20時です。違う。はい、オムライスで。できた、おめでとう。あと5分ですね。昼に、すごい。青は何をやっとしたか忘れました。できない、頑張れ、応援してる。引っ越ったのでよかった。嬉しい。バイバーイって言っちゃったけど。ピアス？もうちょっとちっちゃくなきゃ。メール取れます。ありがとうございます。じゃあ送ります。切ったことに対してはごめんって言って、そう、全然大丈夫。最近はね、あ、夢を見ました。でも怖い夢で、悲しい夢だったので、パオは今日早く起きちゃいました。今日は泣きながら起きてない。そう、そう、でもさ、夢占いさ、結構たまにするんだけど、なんか夢占い見るとちょっと現実を知らされる感
もも変身するのが毎日の楽しみ。嬉しい。あ、もうもめの変身言えない。もめの変身毎日読んでますよ、全部。すずめ変身したよ、ありがとう。もめ変身全部読んでます。怖い映画ね、見れない。一人だと絶対見れない。朝昼関係なく、朝昼晩関係なく見れない。あと2分。まあね、これ多分自動で切れるシステムなので。見て、手裏剣作ったんですよ。昨日忍者描いたから。みんなで怖いのダメ。いや、だって一人だもん。家だったら一人だもん。今日は何時に寝るの？わかんない。わかんない。眠くなったら寝ます。でもあんまり早寝が好きなので。2時とか1時とかまで起きない。でも昨日は日付変わる前に寝ました。もうすぐだ。バイバーイ。切るまでバイバイしてる。バイバーイ。明日は20時からでーす。バイバーイ。バイバーイ。いい夢見てね。バイバーイ。長い？バイバーイ。バイバイ。まだかな？バイバーイ。バイバーイ。うん。バイバーイ。バイバイ。9時になった？なってない？でもこれ切れるもんね、自動で。